小吉、大吉、あみ吉です。ということで、今回も動画撮っていくんですけども、今回は、珍しくね、えっと、マルチでもなく、グラチャレでもなく、ちょっと待ってくださいね。これ、引いてって言われそうなんで、引いておきます。で、そう、マルチでもグラチャレでもなく、こちらのチャレンジですね。まあ、こちら今来たばっかで、まあ、この動画自体はね、上がるのが明日なんです。最速最速ってなわけじゃないんですけど、紹介的にはね。 そう。まあ、一応、おすすめのデッキ紹介ということで、こちらですね。そう、これ、なんかパッと思いついて作ったんですけど、めちゃくちゃ強い。このチャレンジ、おすすめのデッキってことでね、まだクリアしてない方とか、もしいましたら、こちらのデッキを使ってね、ぜひクリアしていただきたいなと、思います。まだクリアしてないんですけど、ま、あ今のところ9勝無敗ということでね、早速やっていきますか。えーっと、この絵のキーカード、このデッキのキーカードは、うーんと、 トリトンですね。トリトンがマジで強い。トリトンとライドラかなそうで、このチャレンジは、えっと、ジャイアント。ジャイアントにだけレイジがかかってるっていう、なんか面白いチャレンジですね。初めてですね、こういうの。そのうちバルーンだけにレイジかかってるとか来そうだけど。バルーンってなったらめちゃくちゃ強いんで。でね、このデッキね、強いところが、このハンターとミニペイ。 高火力が2枚入ってて、で、さらにトリトンもあるっていうね。トリトンマジでね、あの、引き寄せるのがほんと強い。<laughs> そう。で、スパーキー。やっぱね、ジャイって言ったらスパーキーじゃないですか。ジャイスパがやっぱ、主流みたいなとこも、あとはプリンスとか。なので、ライドラがね、めちゃくちゃ生きる。で、ここは、まあ、なんか多分来るんで、細かいの出しといて、 ああ、相手上手いっすね、それ。その5は、あのー、自陣に送り組んだんで、送り込んだファイブだったんで、うまかったですね。ただ、ここで、これですよ。このね、0時状態のチャレンジで。そう、スケブが多いっすね。チャレンジやった感じで。んチャレンジやった感じ。スケブが多い。で、まあ、こういうのは別に取りたんです。必要もないかな。うん。まあ、2発ぐらい入っちゃう。オッケー でもこっちはもう落としてるんでね。このデッキ本当に強いですね。しかも簡単なんで、ぜひ使ってみてください。そう、悔しいのがね、これクリアしてすぐ上げらんないんですよね。まあ上げてもいいんですけど、今日動画別に出してるし、まあ別に上げてもいいんですけどね、本当に。アップロードにめちゃくちゃ時間かかっちゃうんですよ。そう。だからいつも、 寝る前に、あの、セットして寝てるんですよね。その場でやっちゃうとめちゃくちゃ時間かかっちゃってね、本当に。で、まあまあまあ、今トリトン後ろから出さない方が良かったっすね。ちょっとミスっちゃったんですけど。まあ、ここでね。よいしょって感じで、ザップが完璧。これワンチャンライドラ完全、完全、完全にしろ、完全しろ。スマギーどうせ。 いやー、これでね、もうこのね、火力がすごい、このデッキ、ほんとに。マジで強いっすね。使ってください、ぜひ。しかも、このチャレンジ、報酬が美味しいので、やって損なし。ってことでね。もうこういうのも、トリトンで、キュッてやってあげて、はい。みたいなね。トリトンの位置がね、あの、正解の位置、 わ、分かってないんですけど、使ってなくてね。どの辺まで引っ張れるかわかんないんですけど、まあ、とりあえず真ん中より、真ん中よりちょいずらしたところまでは引っ張れるので、まあ、それで、そんだけ引っ張れればね、十分なんで。<laughs> はい、十勝無敗。いいですね。いいですね。あ、これやり直してないですからね。最初のチャレンジですから。チャレンジ系やったのは久しぶりな気がしますね。 てか、動画で撮るのが初めてなんで、まあ、どんな感じなのかわかんないですけど、好評だったら、他のチャレンジとか、もうやっていこうかな。<laughs> まあでもね、そういう、こういうチャレンジ系は、まあ、いろんなね、YouTuber さん、グラロアの YouTube やってる方が出すと思うんで、まあ、被っちゃう可能性ももちろんあるんですよね。ただ、デッキ、うんデッキ被りするかな。そこがちょっと怖いんですよね。 ま、一応、これ自作なんで、被ることはそんなないと思うんですけど。で、ここは、このね、トリトン。これが強いんですよ、マジで。で、これで処理して、これでもうカウンターで GG ですね。相手、エレクサーめちゃくちゃ使ってるんで。で、この後ろにトリトンつけることによって、ジャイに当てたユニットが、後ろに行くんですよ。だからこれで相手がペッカとか持ってたとしても、仮にね、 ジャイの竹じゃなく、後ろに下げて、ライドラとか、トリトンとか、ま、公営のユニットで、その、守ってきたユニットを処理できるって守ってきたというか、ジャイに当ててきたユニットを処理できる。そう、マジで強いっすよ、これ。これすごいと思う。うん。そう。運転中、そう、最近運転ハマっててね。運転中に、パって思いついてね、なんか考えてやってたんですけど。 考えてて、で、組んだんですけど、いやー、いいっすね。これ強いわ。ほんと、使ってみてください。まあ多分これ上がった頃にはあと2日ぐらい。まだ時間あると思うんで、このチャレンジね。もしまだやってない方とか、クリアできてないっていう方がいたら、これ使ってください。おすすめです。そう、プリンス系とやっぱ、スパーキー系が多いんですね。 ミニペ行行っってもよかかたですけど、まあ、後ろから行きますかそうこのね、火力ユニット、ミニペとハンター両方入ってるのが、マジで、いいんですよ。で、これ、ザップ来るかなオッケーオッケーで、ザップはね、入れた方がいいです。まあ、この動画を見てち、ちょっといじってもね、構わないので、デッキをね、構わないというか、いじってもらっても全然いいと思いますので、 で、このチャレンジで必須、必須のカードってなると、うーんーとね、ザップですね。ザップは結構入れた方がいいかな。スケルトン部隊が多い。ので、ま、あ枯渇系がいないんでね。枯渇系来たらこれ多分弱いんですけど、枯渇系がね、当たんないんで。っていうか、多分使う人いないんでね。まあ、これ無視ですね。えっ、ー、と、相手はジャイ p p かな。 多分、スケルトン部隊も入ってそうな感じはしてますね。で、ダックペリー来たら、トリトンで釣ろうかなどうしようかなこれ、端前で。いや、これ、ハンターでいいかな。あー、なるほどね。そうそうそう。こんな感じで来るんですよ。これ、トリトンで、ヒュッちゃって、これですよ。これ、マジで強え。これ、やばいっすよね。で、ハンターがいい感じに。いいですねこれですよ、マジで。ああ今、トリトン残ったらなトリトン残ってたら、 熱かった。あの、ジャイに当てたユニットをね、引っ張ってスパー、えっ、ー、と、ハンターで処理っていうね。ハンター近距離ユニットにめちゃくちゃ強いんで、ね。あ、これ美味しいですね。これジャイ。これは音速ザップ。これで、はい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 、ユニットを咲かせます。で、これでジャイ来てもライドラがいるって、いうことでね。これね、マジ強い。いいですね、これ。負ける気しないもん、正直。 まあ、真後ろから出してって、これはね。で、まあ、ハンター切っていいかな、別に。あいつ、やなめ。オッケーオッケーオッケー。これで、まあ。まあまあまあ、そうですね。相手としては、そんぐらいしかできないと思うんで。はい。<laughs> で、このライドラに対して、相手は何もできなくて、左も対応しなきゃいけないってことでね。で、これ多分、頭にエレキかな。あれそこか。 で、これもう、時間ないんで、左。相手、どっちも守んなきゃいけないんでね。これで。ああ、ライドラの先が変わってるけど、ジャイがめちゃくちゃ殴って、殴って殴って、g g オッケー来た !3 連勝で12勝無敗ってことでね。いや、このデッキマジ強い来た、これは皆さんほんと使ってください。で、このチャレンジマジで美味しい。で、なんか、チャレン、スタンプ可愛いでっすね。入れますか。可愛いスタンプですね。 うーん、これかな <laughs> おおぉ、かわいい。はい、ということで、今回はこんな感じでございました。あ、ちょっと、あ、やべ。そっか。クリアしたら見れないんか。えっ、ー、と、デッキ。これどうしようどうやって見んの自分の見れないのか。ああ、じゃあ、こちらのデッキ。えっ、ー、と、この、このデッキですね。まあ、最初に言ったからいっか。うん。このデッキ、まだね、チャレンジクリアしてない方、 とか、できてない方がいましたら、ぜひ使ってみてください。12勝無敗でクリアできます。めちゃくちゃ簡単です。とりあえず、まあ、コツ、コツは別にないんですけど、えっと、まあ、後ろからユニット出してって、カウンターでもいいですし、まあ、このミニペトね、何回も言ってるんですけど、ミニペトハンターがいることによって、どっちか切ってもね、どっちかで守れるんで、火力高いからね。そうで、まあ、逆裁とか相手がついてきたとしてもトリトンで引っ張って、 で、スパーギーとかや、プリンスとかにはライドラがめちゃくちゃ強いんでね。はい。ということで、こんな感じでございます。で、こちら。はい。証拠。一応証拠ね。クラスに発祥。まあ、これはわらしべのやつですね。一応証拠ってことで、12章無敗一発クリアということで、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。